こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策を考えると、次世代ステルス戦闘機開発は急務となっています。また、無人戦闘機の開発も F3 開発計画と並行して開発が進むことに。ようやく防衛省も本気になったようです。では無人機について、詳しく見ていきますね。何よりスピード感が必要。防衛省が現在進めている次期主力戦闘機の開発事業は2024年試作機完成を目指しているが、この事業に関連して同期に随伴して編隊を組む目的での無人機の開発を2021年度から本格化するとしている。無人機は人工知能 AI によって飛行をするのであるが、有人機と随伴して編隊を組み、有人機パイロットからの制御を受けながら、作戦行動にあたる戦闘機である。現在の計画では、2021年度から実験用無人機の開発製造に取り組みを開始し、2024年の次期有人戦闘機の試作機完成とともに、飛行実証試験の実施を目指すという。現在、世界の軍事主要国では、有人機からの制御によって、編隊を組み、協調行動を行える自立型無人航空機の開発が進められている。この自立型無人機は、危険な状況下の任務、例えば敵地上空での、情報突襲、偵察業務、監視任務、あるいは戦闘も担当するほか、自身で戦況を分析した上で戦術を判断、策定して有人機パイロットに提案をするなどによって有人機パイロットの心理的負担などを軽減するような働きができると期待されているほか、危険な任務により万一攻撃を受け撃墜されたとしてもパイロットを喪失するリスクがなく、しかも機体製造費用は有人機よりも安いとのメリットもあるのだ。中国の東、南シナ海への進出の動きにより安全保障環境が厳しい状況となりつつある我が国においては、国内での人口減少や少子高齢化が急速に進んでおり、昨今では陸、海、空各自衛隊において慢性的な人員不足の問題に直面しており、限られた人材をいかに最大限に活用しつつ防衛力を高めていくかということが最重要な課題となっているのだ。それを受けて2019年に策定された新しい中期防衛力整備計画以下新中期防においては、防衛装備品の無人化や省人化を積極的に進めるとされているのであった。この新中期防では情報処理や部隊運用などの判断のみならず、陸、海、空各分野における人工知能AI の導入、活用研究や、無人航空機 UAV、運マンネット、アイリアル、ビアクルの、開発、整備と無人水上高層帯 USV、運マンネット、サーファス、ビアクルや無人水中高層帯 UUV、運マンネット、アンダーウォーター、ビアクルの研究開発への、注力などを推進することになっている。具体的計画としては、
RQ-4 グローバルホークの導入を目指す。臨時対空型無人機航空隊仮の新規編成を2020年度に航空自衛隊に設置することが決まっているほか、陸上自衛隊においても第8師団第8情報隊への小型無人偵察機スキャンイーグルの導入運用を計画しており、同機は海上自衛隊においても艦載型の運用研究を始めるとされていて、太平洋側の広域洋上監視能力の強化を目指している。このように無人装備品の積極的な活用を進めるとともに、人工知能 AI の活用研究のための専門部署新設なども進める予定であるほか、ジュール化 UUV の研究や人工知能 AI を使用した船舶自動識別装置 AIS オートマティックアイデンティフィケーションシステム、データ解析による不審船発見方法の研究推進にも取り組むことになっている。無人機導入を前提とした防衛庁の構想は、2035年度に配備が始まるとされている次期戦闘機に無人戦闘機を随伴させ、飛行編隊を組ませ、有人機の支援を担当して敵戦闘機との空中戦闘に当たることとしている。通常、戦闘機は4機程度の編隊を組んで行動するのが一般的とされているが、この場合は有人次期戦闘機1機に無人戦闘機3機を随伴させる編隊が想定されていて、この場合の無人戦闘機には有人戦闘機に先行して情報収集、敵機探知をさせつつ、空対空ミサイルによって敵機を撃墜する攻撃能力も持たす予定である。これはアメリカが開発を進めている XQ-58A バルキリーの開発構想と同じであり、これを実現するためには飛行制御技術だけでなく自律型無人機多数が編隊を組み飛行させる技術のほか、有人戦闘機と無人戦闘機、あるいは無人戦闘機同士、さらには地上局なども交えて行う通信技術のほかに、情報分析処理からの作戦の立案、指示、修正などが可能となる指揮統制技術などが必要となるのである。このような有人機と無人機の連携技術の開発状況は、例えばロシアは2010年9月に大型無人攻撃機 S-70 オホートニクと第5世代戦闘機 SU-57 による約30分間の協調飛行試験に成功したとして動画を公表していて、 S-70 が SU-57 よりも前方に進出してセンサーによる情報をSU-57 に伝達してとしている。また、オーストラリアは、ボーイング社との共同開発で F-35A、E-7A 早期警戒管制機などの有人機と無人機の連携を想定した。ボーイング ATS、エアーパワー、チームイング、システムを進めており、さらに、中国では、2018年に、固定翼の無人機200機による編隊飛行を成功させている。防衛庁では今後、まず実験用無人機の飛行実証試験に必要とされる関連機材の開発から始めるとしており、そのための予算は2021年度の予算概算要求で計上した次期主力戦闘機関連予算の約772億円の一部を充当するとしている。そして2014年度に
ヘリコプターからの遠隔操作で無人機を制御しての編隊飛行実験を実施するために制御プログラムの構築などの基礎的技術の研究を進めるものとしている。先に書いたように、軍事における無人機開発は米、ロ、中など世界全体が取り組んでいるが、その大きな理由は育成に時間と費用がかかる。パイロットの生存率を少しでも高めるとのことにある。このまま無人機開発が進んでいけば、2030年代後半には世界における空中戦は無人機同士が戦う展開になっているかもしれないとする見方が主流となりつつある。日本においては無人機を制御する有人機候補として防衛庁が現在の F2 に代わって2035年の配備を目指して開発を進めている次期主力戦闘機が挙げられており、数兆円規模の事業として三菱重工業を中心に機体の設計が進んでいる。国産化を目指すとしているものの、日本として経験が不足している部分については自主開発するには経費と時間がかかることから、アメリカやイギリスなどの外国企業の支援を依頼するとしており、今回はその最初の支援要請である。昨年防衛省が次期主力戦闘機開発の情報提供パートナー企業を公募したところ、8月の締め切りまでに7社から応募があったとされていて、社名の公表はまだされていないが、アメリカロッキード社、マーチン社、ビーイング社、イギリス、BAE システムズ、ロールスロイス社などが応募したものとみられている。防衛庁としては、日米同盟の観点から両国間の共同作戦が展開されることにおける相互運用性を重視していて、パートナーとしては、アメリカ企業の参画を期待しているとされているが、利益上の理由などで、積極的ではないとする見方もあって、どの企業に決まるかは、未だに不透明である。